グッグッグ。これで最終回は私のもんです。なんというか、どいつもこいつも、あんなわけわかんないことばっかりしてる動画が最終回じゃ、ウォッチドッグスが勘違いされちゃいますよ。まあなあ、私たちが、はっから。さてまあ、リスキルの方法は自分たちで考えてもらうとして、最終回ですし、リスキルするシーンだけでも動画にしましょうか。シカゴは足フェチの人が多いのか？どうなんですかね？最近、やったら変なプロフィールを見かける気がします。で、リスキルってのは具体的にどういうものを指すんだ？普段ハッキングするとき、ロード画面の後に相手の世界に降り立つじゃないですか？相手の世界に入った後、数秒間は状況を把握するために使うと思います。その数秒間、まあ長い人で10秒、早くても5秒ぐらいはかかるんじゃないでしょうか？その時間の間に相手を倒してしまうという技です。以前にも言いましたが、侵入した側は相手を見てから契約を破棄することができます。つまり、待ち伏せ戦法を使うと待ち伏せだと確認された後で、獲物に逃げられる可能性があるわけです。そこで考えました。逃げる隙も与えず倒せばいいじゃないと。おう、まずその思考プロセスがおかしいな。天才の考えは往々にして理解されないものです。どっかでも同じこと聞いた覚えがあるな。さて、侵入されましたね。リスキルは、別になくてもできますが、悪名ポイント1万2500で取れる顔認証スキル取っておいた方がはかどります。あれ卑怯だよな。さてさて、スポーンした相手を見つけましたよ。え、ごめん全然わかんない。この人できますね。5秒以内に異変を察知したのか、スポーン1からすぐさま離れました。ちょっと待て、なんか挙動がおかしくないか？海外の方ですかね。ちょろちょろされても、あれだけで買い魔と車に乗った時点でデストロイヤーからは逃げられる。何？いやいやいや、絶対当てましたって。焦りすぎていつも以上にクソエイムだな。リスキル失敗した上に逃がしまでしたら目も当てられん。おや、相手は逃げるつもりはないみたいだぞ。ええー、よくも私をコケにしてくれたな。いやもう、どの弾が当たったんだよ。相手が高速で動くなら面射撃をするまで。今回は少しイレギュラーだったので、あと2つほどリスキル流して本編へ行きましょう。乱数調整。ほんとひどい話だよ。そういや、こうして防衛するときの顔認証の便利さはわかるんだが、攻めるときにも取っておいた方がってのはどういうことなんだ？侵入するときに、相手からもらえるリワードが100ポイント程度で、自分と悪名が同等の相手っぽいんですよね。ですので、スキル取っておけば相手がスキル持ちかどうかが判別しやすくなります。確かに、面が割れてるのに市民のふりしてもな。ふむ、通行人が多くて邪魔ですね。敵のフィクサーをかばうとは、おそらく適正市民でしょう。今、敵いたか？死人を引いてる最中に湧いたので、見えませんでしたね。今ので大体相手が湧いて3秒から5秒ぐらいで車に轢かれたんじゃないかと。湧いたら目の前から暴走車か。まあ、反応できないしできても避けれないんじゃないかと。条件とかってあるのか？もちろん3個ほどあります。ですので、誰でもできるわけじゃなく、また、これが横行することはないと思います。多分こんなん流行ったら攻め損だもんな。攻め側がある程度スタート地点いじれればいいんですけどね。ふむ、今回は少しキルに時間がかかっていますが、まあ、おそらく相手視点で10秒もないでしょう。一歩も動かないまま海に叩き落とされたのか。湧いたら棒立ちしないように気をつけましょうね。湧いたら事件現場でした。仕事がしやすくて助かるな。大体パトカーに乗り込めばバレませんしね。警察を引きずり下ろして乗れないのが残念です。無人のパトカーを探そうか。これも無人だと思うんですけどね。なんだかんだ相手も40メートル以内にいるんだから、さっさとしないとさすがにバレるぞ。ぐぬぬ、とりあえずバックドア仕掛けるだけ仕掛けましょう。そういえば最近、殺付き銃の使い方がわかりましたよ。あんまり使い道なかったもんな。ストーリーで暗殺するようじゃないのか？いやいや、私ストーリーとか基本してませんし。じゃ、何に使うんだよ。相手のワールドに侵入して、隠れ場所から市民を撃ちまくるんですよ。エリアストレスがぐんぐん上昇して、警察が来た時により強力な部隊を召喚することができます。銃声も出ないので、相手にバレるリスクも最小限です。確かに、侵入者側が何しても警察が出動まではしないもんな。侵入して警察呼べれば、攻撃側も楽なんですけどね。立てこもり防止にもなりますし。警察呼んで、一斉に突入するのか。ですです、しかし撃ち合ってますね。流れ弾が飛んできそうで怖い怖い。って、あちょ、やめてあっこの、これは、しらばっくれるしかないで、あかんやばい降りてあ。いやー、あれは悪い事故でしたね。いやー、嫌な事故だったな。で、車に隠れててバレたわけだが、もう一回車に隠れて大丈夫なのかよ。トラックは車高が高いので、プロファイラーが運転席を精査することがあまりないんですよね。車にプロファイラーを当てればスキャンしたと思ってる人が多いみたいで、正確には運転席にプロファイラーを当てないとダメなんですよね。まあ、他に隠れる場所もないしな。最悪見つかっても、デストロイヤーなかったら、なかなかトラックは潰せませんし、引き倒して逃げればいいかなとか。おいじゃまあ、加速使いますか。結論から言うと、見つかりません。
分でネタバレしていくのか。いやまあ、私の動画という時点で価値確定みたいなもんなので、どこから湧いてくるんだよその自信は。潜伏場所の変更もありませんし、車に隠れるという初歩的な隠れ場所ですし、最終回にはふさわしくないかもですね。それじゃあ、次は最終回にふさわしいハッキングとやらを見せてもらおうか。では、以前やった防衛講座のネタ戦法を見せしましょう。最近プログレスホイールをしっかり見て操作する人が増えました。この前割と丁寧に解説したし、発売から時間も経ったしな。てかお前今なんで殺した？こら鉄板ですよ。致し方ない犠牲です。中に人が乗ってると、勝手に運転して移動されるじゃないですか。ああやって殺しておくことで、動かない遮蔽物として使える上に、あの後ろに車がどんどん渋滞して非常に優秀な隠れ場所となります。こうして、ハッキング開始する前に隠れ場所を自分で準備するのも、プロとしては当たり前のことなのです。ろくでもねえプロばっかりだな。まあ、本題に入りましょう。プログレスホイールの話ですが、最初の 25% でプログレスホイールが動いてしまった場合、特に相手の動きに注意しないといけません。具体的に言いますと、 25% になる瞬間に相手は立ち止まっていないか、今まで見当違いの場所を探していたのに突然こちらに走ってこないかなどです。もちろんプログレスホイールは動かさなければいいというわけでもありません。動かなければホイールの中心付近にいるって言ってるようなもんだしな。以前防衛解説の動画にホイールだけで特定できる的なコメントがありましたが、とんだ勘違いです。ホイールは侵入者側が意図的に動かせるものの一つです。それを鵜呑みにするとどうなるかを見せしましょう。防衛の強さが強い以上の相手はほぼほぼホイール見てるよな。ですね。だからこそホイールが動く瞬間にグレポン叩き込んだり、直前に停電挟んだりして相手の気を引くことも結構有効だったりします。鵜呑みにするなとか大口叩きましたが、結論、そこに自分の体があることには違いないので、ホイールを意図的に動かすというのは隠れ場所を変更する程度の軽い技ではないというのが厄介ですね。動いた方向を相手がすぐ見るだろうし、移動ルートも難しいよな。その点、ここは高低差と遮蔽物が割と多いので実行しやすい作戦ではありますね。何をクルクルしてるんだ。 25% に到達して動いている間を含めて約3秒の間、相手はおそらくミニマップを見ています。その瞬間を狙って大幅に移動しないと、今度は移動するタイミングを失います。さて、先ほどは南にホイールを動かしたので東いっぱいに移動しました。問題は相手が連れてるかどうかだな。相手が南を警戒していなければ、むしろこのボートの裏に隠れてるだけでハッキングが成功するということになりますね。しかし、こうも相手を見失ってる状態だと作戦の効果のほども測れないもんか。気がついたら後ろにいたとか笑えませんからね。おそらく南側にいるでしょうが、確証が足りません。どうするんだ。致し方ない、作戦続行です。思いっきり東側にホイールを動かします。相手はおそらく南側を捜索中、高低差で見えないと判断、東いっぱいまで下がってホイールを大幅に動かした後で北側へ移動して相手の動きを見ます。この移動の瞬間が無防備だよな。散々南側見たのに視界に入らないということは、多少派手に動いても大丈夫だと信じたい。よし、ひとまず北側いっぱい、ここで様子見ですね。ああ、ビンゴだな。完全に南側に釣られてたな。東側を一望できるスロープ1で降りてくるということは、やりましたね。完全に東側に釣られてます。最後は簡単。今度はハック前に仕掛けておいた車が大渋滞を引き起こしているので、ホイールを北側へ動かした後にまた南側へ戻ってチェックです。あのドライバーはかわいそうだが、確かにいい遮蔽物になってるな。どうやらカメラでボート裏をあらかた索敵したみたいですね。こっちに来る可能性もあるので、 75% 到達前ですが、少し移動開始しましょう。範囲外を使って北側に潜伏しているということがバレるまでのタイムラグを発生させて、南側への移動ルートを確保します。あとはこの渋滞に隠れたら勝ちですね。相手は北側にうまく誘導できるか。じゃなきゃこんな隠れ場所もないところジエンドですよ。おっと、行き過ぎましたね。ではでは、相手はどこにいるのかな。とそこの堤防を乗り越えてこっちに来そうな。残念ながら作戦大成功ですね。まんまと私の通ったルートをなぞるようにして北側へ向かってます。今回は隠れれる場所が少ないのであまり有効じゃないんですけど、例えばこれを裏路地などに誘導できれば、相手は探す場所が多いので相当時間稼ぎに使えます。で、相手が探し終わった後に戻ると、ですです。今回最後の北側は更地なので、すぐにすでにいないことがバレてこのように冷や汗かきますが、プログレスホイールを信じるということがいかに危険か分かってもらえましたか。じゃ、いつもの対処方法お願いします。この手のホイール振り回すタイプの敵と判別するためにも、 25% と 50% のホイール移動方向には特に注意してください。別の場所に動いている場合はこの手の作戦です。時計回りに移動している場合は 75% 時に反時計になるように、反時計の場合は時計回りの位置にキャラを配置し、プログレスホイールの移動を監視。そうすれば相手は3回目の移動が非常にやりづらくなるでしょうな。移動ルートを体を使ってブロックするのか。自分の方向へ逃げてくるやつなんてそうそういません。自分の体を操作にどう生かしていくかも重要です。相手の後ろを追いかけると自分の体というファクターを無駄にすることになりますね。ということで最後のハッキングです。いよいよこのシリーズ最後のハッキングか。なんか隠れ場所雑じゃね。いざとなったら川に飛び込む所存です。水中からゲージは進みませんが、夜間の水中で敵を視認するのは相当しんどく、逃げ切った後で陸に上がって再開すればいいので、うまくいくといいな。ここまで披露してきた数々のハッキング技術の集大成
命です。とくとご覧あれ。さあ、ようやく相手のお出ましだな。暴れてますねー。警察早く来ないかな。まあ、明日明後日の方向で暴れてる間は安心だな。勝ちましたかね。お風呂入ってきます。お、じゃあ私は次の動画シリーズの打ち合わせ行ってこようかな。あ、いいですねー。私この動画投稿したら実家に帰る予定なんですよ。ハッカーとして立派に成長した私をみんなに見てもらうんです。勝手故郷に錦をだな。全然相手はこっち来ないですし、こんなんじゃ錦になっ。ははは。やったぜ。危なすぎるだろ。ミスディレクション、テクニック、マインドハック、そんなものはクソですよ。クソ、見てくださいよあの無様な姿を。おお、ここに来て本性出たな悪魔め。叩き落とされて、必死に泳いでますよ。あはは、世の中ねー、結局パワーですよパワー、圧倒的パワー。その前に敵はひれ伏せるしかない。これ、登る場所あんのかよ。あるといいですねー。間に合うといいですねー。もう 50% 終了しましたわ、勝ちました。風呂行ってきます。さすがにもう陸に上がったろ。移動しないとやばくね。反対側の岸に向かってますよ。これで負けたらむしろもう何に勝てるってんですか。あやまあこれはさすがに積んだか。ま、一応移動だけはしときましょうか。95ぐらいで戻ってこられても100ですし。60終わってまだ水中か。これは反撃ちゃいますねー。怒りの反撃ちゃいますねー。あ、相手のプレステ ID 隠してあげた方が良かったですかね。ほんと今のお前楽しそうだな。いやもう、回線抜いてもらっても構いませんよ。些細なポイントいただくより、圧倒的優越感が私を襲うでしょう。事実上の敗北宣言だもんなー。ほら、そこの運転手じっとしてろよ。あー、また不要な犠牲が。あー、隠れ場所がないなー。困ったなー。というかもう、相手がいないんじゃ実況することもないですね。まあ、確かに解説することもないしな。勝ち確定の試合今までスキップしてきたじゃん。スキップボタン押そうぜ。そうですね、さすがにじっくり流す必要がわかりませんからね。あかん、帰ってきた。え、陸に上がってから戻ってくるまでが早くね。だだだ大丈夫ですよ。だってほらもう9割終わった。かん、めっちゃ怒ってる。乗ってきた車が吹き飛ばされたな。あの車を盾にしてたらヤバかったですね。執拗にグレポン打ち込んでるぞ。うわ、すっごい嫌な予感してきた。ヤバ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 、本当にやめてって。あ、危ねえ。耐えろキネイマル、あと3秒だ。さあ、お父さん、お母さん、私、やったよ。キネイマルしっかりしろ。キネイマル、キネイマル、キネイマルこうして、世の中の悪はまた一つ滅ぼされた。私たちの正義の物語は、まだ始まったばかりなのだ。